真珠湾攻撃当日、昇格艦上にて、城島工事6月20日から1967年10月9日は、日本海軍の軍人。最終階級は、海軍少将。佐賀県出身。佐賀中学校を経て、1912年7月、海軍兵学校を卒業し、海軍大学校公海科で学んだ。満州分隊長、運送官。 高崎、不設艦、勝力、若宮、旧油艦、シリア、タツタの格航会長、第一県外艦隊付、名取、アブクマ、ハグロ、加賀の格航会長などを歴任。さらに、ノトリオ、ながら、青葉霧島の格副長、旧油艦、鶴見、宝章の格艦長、呉れ海軍航空隊司令、昇格偽装委員長、初代艦長として、 真珠湾攻撃、ラバウル攻略、インド洋作戦、三五海海戦に参加。1942年5月、海軍少将に昇進。同月25日、昇格艦長を有馬正文大佐に交代。以後、連合艦隊司令部付、け、第11航空戦隊司令官、第50航空戦隊司令官、第2航空戦隊司令官。 第21航空戦隊司令官、第11連合航空戦隊司令官、第12連合航空戦隊司令官、第12航空戦隊司令官などを歴任し、1945年9月、予備役に編入された。ありがとうございます。